アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは。野田すみれです。今宮古島で撮影に来ています。撮影で思い出に残ったシーンは宮古島の海の夕暮れ時の綺麗な感じ、ブルーの海ですっごい綺麗でした。2つ目はプール、もう最高、もう緑を見ながらプールを泳いでって感じで。3つ目、朝のベッドシーンがあるんですけれども、ちょっとあんまああいう白い格好をして綺麗な格好で寝るということはあんまないんですけど、いい感じの雰囲気を出せたかなと思ってます。とってもおすすめの内容となっておりますので、ぜひ見てください。以上、野田すみれでした。撮影中一番楽しかったことは、初めての、水着の撮影だったんですけど、選べない、全部楽しかった、全部のシーンが楽しかった。撮影中一番大変だったことは、ビーチシーンがあって、日中ずっと海にいて、暑いというか、もうずっと真っ黒になっちゃいました。もう一瞬でずっと一日いたら真っ黒になっちゃって、楽しかったのでいっか。初めての DVD の撮影は、普段見ない、今プロゴルファーとしてやってるけど、普段見ないこんな自分の姿を残せるっていうのがいいなって、もう本当嬉しいです。自分の性格を一言で言うと、とにかくポジティブです。一番ポジティブかも。全部いいように考えられます。プラスなんで、ずっとかな。毎日欠かさず行うルーティンは、とにかく日光というか日を浴びてストレッチをするっていうのが日課です。必ずやってます。他にやってる運動は、ランニングしたりとか、10キロぐらい走ったりするんですけど、そこから体幹というか、体幹とか、プロゴルファーなんでお尻が大事なので、お尻を鍛えたりとかしています。あと、ボクササイズというかボクシングもやっていて、それはなんか最初この切り返しがゴルフと似てるなと思って始めたら、ゴルフにも飛距離が伸びたんですよね。結構おすすめです、ゴルフやってる方には。ゴルフを始めたきっかけは、もうゴルフ一家なので、もう3歳からもう英才教育でやらされていたので、本当ありがたいです。趣味はやっぱり、運動することかな。ボクシングとかも動いてたいっていう、だからもう休日とかはずっと一日中トレーニングをしています。ってぐらいもう動いてたい、それが趣味です。タイプの男性は、俳優でいうと鈴木亮平さんが好きです。男って感じ、もう男だなっていう感じが、男臭い感じが好きです、初の DVD 撮影でしたけど、自分なりに一生懸命できてるかわからないけど頑張ったので、ぜひちょっとご覧ください。見てください。ありがとうございます。